そういえば、夏休みの課題、一個も手つけてない。ベルさん助け出す。一個だけやろう、一個だけ。たった一個だけやろう。たった一個だけやって、今日寝ちゃおう。な。まず一個やんなきゃ、始まんねえから。まず一個やって、自分にエンジンかけられるかどうかだけやってみてよ。かかんなかったら、おらしいらね。一個。まず一個やろう。課題、一個じゃない。一問やろ、一問。問一やれ、問一、今。9月1日に、投稿日とか、ね、提出日だとしたら、まだ一日、ん ?2 日かあるから、まだ間に合う。9月1日が期限だとしたらね、今日が期限だったりとかあったら、ご愁傷様です。か、全力でやるか。できるとかってさ、わかんなかったら、ここ難しくてちょっとわかんなくて全部はできませんでした、通らないの。まあ、やろうとはしたんだよね、みたいな。それか、もう課題を間違えて放置。いや、やっちゃダメだね。悪いこと教えてるね。やった形跡を残す。ダメな大人。小賢しい真似をしてな。計算式をいろいろ書いたりしたら、消しゴムで消した後つけたりしたら。小賢しいね。宿題代行やと、金払ってまで課題にコーヒーこぼして提出期限伸ばしてもらう。いや、提出期限伸ばしてもらう系はもう本当に聞いてくれない場合が結構あるから。悪い。ちゃんとやりなさい。俺はもうそう言っとく。悪いこと言わんから。ちゃんとやれるんだったらやりなさい。できなくてもやっときなさい。ベルさんなんでそんなに課題のや悪いやり方に詳しいの？なんでって言われても。別に経験あるわけじゃないしな。でも考えついたことを言ってるだけだよ俺。提出しなくても卒業できるぞ。本当にそれ卒業かな？卒業した後それ大丈夫なのかな？親御さんの金で学校行ってるうちはちゃんとやった方がいいんじゃないのか？まあ、親御さんを行かせる義務があるからやってんだよ。それはそうなんだけど。やらないで気持ち悪くね。やらないで気持ち悪くなっちゃうぞ。悪いこと覚えるとそれ癖になっちゃうからな。どんどんズルするやつになっちゃう。生きてりゃな。まあ、ズルしてもいいところあるかもしれねえ。でもズルしちゃいけないところでズルするようになっちゃう。それはダメだよ。そういうタイミングがあるからよ。誰にも迷惑かけなかったらな。ズルできるときは別にしたっていいんだよ。でも絶対にしちゃいけないときはあるからな。その時間違えちゃダメだぞ。だからさっきのみたいな、ズルいことを教えるやつもいるけども、やるかどうかはあなたです。やってその後後悔しても知らねえだからな、こっちは。やったのはあなたの意思です。誰も責任取ってくんないからな。どうしてくれんだよ。知らねえよ、そんなのって。言っちゃうよ、俺。だから、そんな無責任な奴に言われたことを、な、素直に実行したって、別に、どうにもなんねえんだから。責任取ってくれるのは自分しかいねえんだから。自分がもうこうした方がいいって思ったら、もうそれやって、で、その行動に対しての責任を自分で取りなさい。それでなんかあってね、うまくいった、ああ、成功した、褒められたりとかさ、感謝されたりとか、そういうのも自分が受けるべきなんだからよ。ちゃんと真面目にやってもいいことあんだぞ。いいことしたらいい結果も自分に返ってくるし、悪いことしたら悪い結果も自分に返ってくるんだよ。そういうもんです。って言われても今は気づかないもんな。気づかねえよ。気づかない。自覚すんのはだいぶ先かもしれんけどな。だってみんなもしなかったでしょ。こんなおっさんからさ、なんか締めのくさいよくわかんねえこと言われたってさ、ああはい、そうなるだろう。そんなもんだよ。それでいいんだから。わけうちはもう失敗したっていいんだから。ん？今からやるっていう人が3人ぐらい出てきました。じゃあもう今の話してよかったわ。俺がもうこの数分ぐらい話したなかったらしい話が結果を結んだわ。その3人のおかげで。ありがとう。話してよかった。偉いぞ。